ては風神像を壊したのもあなたね。消えた。ジンの様子がおかしいよ。気をつけて。これもあの時差し渡すわけ。早く倒してじいさんを助けましょう。任せて。もう少しの辛抱よじい。らえ精霊に力を貸して。いきた覚悟するのね。ダブルアタック。オイラやる。あの黒い騎士は何者なの？わからんだす。マナストーンを調べてたかと思うと、いきなりわしに襲いかかってきただす。わしからエネルギーを吸い取り、前科を召喚したんだす。あの人もマナストーンの封印を解こうとしているのかしら。ジンさん、実は…今日は分かっただす。あんたらわしの命の恩人だす。一生お供するだす。風の精霊を仲間に。ローラント城奪還の準備ができたわね。早速眠りの花畑に行きましょう。ナバール兵からローラント城を取り戻すのよ。
っぱい。敵たくさん倒した証拠。
よ。オリーボール。無事でよかった。お帰りなさい。賢者ドンペリには会えましたかな。ええ、見ててください。はいな、お任せください。ご主人様だす。チャンスよ。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけて。樽の中にまん丸ドロップと天使の聖杯を用意しておきました。持って行ってください。やる。
容赦しないわよ。覚悟なさい。違うんだ。俺の話を聞いてくれ。名前はホークアイ。確かに俺は元ナバール盗賊団のシーフだったが、今は逆にナバールから追われている身。今度のことは全てイザベラって女が盗賊団を乗っ取り、忍者たちの心を操ってローラントを占領させたんだ。
俺はそれを止めに来た。信じてくれ。ふう、ありがとうよ。イザベラって女が何者なのか俺も詳しいことはわからない。だがこれだけは言える。本当のナバール盗賊団は決して人を殺したりはしないと。俺の調べではイザベラというのもどうやら仮名で、今は美獣と呼ばれているようだ。俺は親友のイーグルという男、イザベラ、いや美獣に殺されたんだ。美獣はさらにイーグルの妹のジェシカにまで。奴が死ぬとジェシカも死んでしまうような呪いをかけ、俺が手出しできないようにしているんだ。だから頼む、もし美獣と会っても奴を殺さないで捕まえるだけにしてほしいんだ。勝手なお願いだって分かってる。でも分かったよ。できるかどうか分かんないけど、なんとかやってみるわ。そうか、ありがとう。だがこれ以上みんなに迷惑をかけるわけにはいかない。なんとか俺一人でやってみるよ。じゃあ俺は先に行く。一人で大丈夫か。
なで倒せ。様に報告だ。ありがとう。敵の将軍はすぐそこの部屋の中です。一人で随分頑張っちゃったわね。あとは私たちが引き受けるから、ここで休んでなさい。すいません、皆さんに迷惑ばかりかけて申し訳ありません。やる！くそ！
申し訳ございません。私は美獣、黒の貴公子様にお仕えしている。こんな城にもう用はない。欲しけに連れてやるよ。待ちなさい。皆さんのおかげで城を取り戻すことができました。本当にありがとう。でも、もうお父様は戻らない。あの美獣とかいう女の人がナバールを裏で操っていたのね。
でもいつまた奴ら攻め返してくるかわからない。大丈夫か？一度は炎上して失われた城の防御もナバールによってほぼ修復されている。これなら我々だけでも大丈夫。もう同じ過ちは繰り返しません。我々にはもう眠り花粉は効きませんからの。またエリオット様も捜索隊を結成して探しに行かせますじゃ。リース様は城にお残りになって我々を導いてくだされ。リース様、エリオット様のことが気になるんですね。ここのことは我々に任せてお旅立ちください。リース様は我々アマゾネス軍の隊長。王子様が敵の手中にあると分かっていて城に留まることなどできるお方ではないことを承知しております。いいな、みんな。おう、ライザ、みんなありがとう。私は王国復活のため行方不明のエリオット王子を助け出してきます。それまでお願いね。リース様、お気をつけて。私は再びエリオットを探す旅に出ます。ここで別れましょう。いろいろとありがとうございました。うん、早く見つかるといいね。さて、風の精霊も見つけたことだし、一度フォルセナの英雄王さんのところに戻りましょう。そういえば、盗賊団に占拠されたパロはどうなったかしら。一件落着ですね。これで船に乗れるでち。でもシャルロット泳げないからちょっと怖いでち。いなくなった。
次の戦いに備えよう。頑張るデッチ。敵本気でミラーで倒す。力を貸して。ほらほらこっちデッチ。オイラ、やる。相手が弱い。どきなさい。ダイヤミサイル。いい運動になった。ここは私に任せて。お金貯まった。オイラ、お金使うの慣れてない。仕方ないわね。痛いよ。こんなのまだまだ。ここいい運動になった。これがオイラたちの実力。この野郎、お前らのせいで町はめちゃくちゃだ。オラオラオラ、たわけものめ。ちょっとひどいんじゃないの。みんなで寄ってたかって。ニキータ、ニキータ、俺が誰か分かるのか。よかった。皆さん、こいつもナバールのものですが、心を操られてどうすることもできなかったんです。許してやってください。この通りだ。ああ、まあそうやって頭を下げられちゃ許さねえわけにもいかねえ。行こうぜ。美獣は大っぴらに呪術で全員の心を操り始めたんにゃ。事前にそれに気づいて逆らおうとしたやつは美獣が召喚した悪魔によって皆殺しに。すでに呪いをかけられていたジェシカさんには新たな呪術がかからないせいか心を操られずに済んだにょですが、地下牢に入れられてしまい、あの地下牢、兄貴が脱走してから壁が何重にも強化されてしまい、もうオイラにはどうすることもできにゃくなってしまったんにゃ。やがてオイラも心を操られ。そうか、ニキータ、お前はもうナバールには戻るな。危険すぎる。ううジェシカさんを守りにゃかったんだな。気にするな。ジェシカだけ心を操られずに牢屋に入れられているということは、美獣もすぐにはジェシカを殺すつもりはなさそうだ。騒がせたな。じゃあ。
いらっしゃい。